でございます。6月の分でございます。今月はね、本当あの畑とかやり始めたけどね。うん、そうですね。畑から収穫もダメだったね。そう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 。ただね、俺出てるのね、多分。あ、これ俺出てないけど美味しかった、あの家の裏に生えてた草。草ね、この草尻。美味しかったね。あのね、これまだね動画出てないんだけど、小玉さんのね雑草取ってくるシリーズがあるの。雑草シリーズだね。この雑草食べれますよって。どうやって調べてるんですか、覚えてるんですか、本当。あの本はちっちゃい。なんか読めますね。引き出しの。それで食べれる草をね、なんか最近めっちゃ探してくる。このキノコに詳しくなってください。いやいやいや、キノコは怖いですよね。責任固定です。キノコ狩り。みたらしプリンはどうだった？みたらしプリン。何の話をしてるんですか？超簡単みたらしプリンを作った結果。なんか強かましで失敗してるの珍しいって。そんな美味しくなかった？美味しくない。美味しいとは言えない。いや、食べれるものです。雑草の方が食べれば雑草の方が俺もうそこ残っててちょっと一口食べたけど、なんかプリンじゃなかった。そういう時もありますよね、あれはね。あれは仕方ない。うん、とか徳ちゃんとなんかチャーハン系のなんかご飯系のやつを作ったら大体なんかうまい。なんかタレ作ってくれるから。なんか変なタレ作ったと思ったら結果は美味しいですね。それこそタンドリーチキンとかね。タンドリーチキンはねうまかった。もうこれはね、あの塗料の調合じゃないですか、塗料の調合が上手なんですね。塗装やけど。じゃあそろそろはい決めますかね。はい、1位から3位を。じゃあ3位、うん、おのおの発表していきますか。はい、じゃあ3位は僕は、はい、まあ、まあ出てないですけどね。ぼんじりが直し、あーねー、ぼんじりね、あーね、あの七輪で焼いたやつね、あれうまかったな。ただぼんじりも食べ過ぎるとおえってきた。やっぱ塊みたいな感じだけど、好きだけど、好きだけどおえってきた。うまかった。うん、じゃあお願いします。じゃあ俺もう3位言おうかな。じゃあ3位、普通にね、あの手作り豆腐で麻婆豆腐作るからね、これ。へえ、結構ボロボロっていう豆腐だったから、これめっちゃ俺美味しかった。そう、今度ね卵豆腐作ろうかな。うん、ごま豆腐とかね。うん、ごま豆腐嫌い。じゃあ3位はそうですね。はい、こだまシシ。はい、僕の3位は、はい、さっき話題に出ました、はい、家の裏に生えてた草を食べる日ですね。はい、これまあ自分ではそんなに美味しくならんだろうね。ちょっと食べれるものぐらいの流れだったんですけど、意外となんかおつまみにも良さそうな感じの味できたんですけど、結構シャキシャキしますね。はい、あ、でもアク抜き怠ると大変そうですね。なんか自我ありがとうございます。ただあのデータがどっかに。まあ3位は、はい、誰も被らずと。はい、じゃあ2位、2位、僕は2位は、はい、ブルーベン、ベンタンドリーチキン。これはね、本当に美味しかった。これね、あの時ね、レタス買うのを忘れてて、本当はレタス、パン、あ、チキンね。で、あの時はあのパンにタンドリーチキン挟んで食べたけど、まあそれだけでも美味しかったから、あのバーガーにしたらうまそう。まあ僕はそれが2位ですね、こちらの秘伝のタレ。それも秘伝。はい、じゃあ俺の2位は、それもね、秘伝のって、徳ちゃんの秘伝のタレの焼肉チャーハン。あー、焼肉チャーハンね。基本ね、チャーハン系は全部うまいと思う。失敗することも少ないと思うし、なんかちょっとピリ辛でね、今回のタレがね、ほんと美味しかった。2位は、ツムギアムくん。あー、ごめんね。これね、それ4位だ。あ、そうですか。良いね、どうしてもこれ食べたかった、うん、作りたかったんですけど、うん、あのそれで作った雑炊も美味しかった。はい、美味しかったですね。うん、周りよくできた。はい、いや、これは美味しかったんで。毎回さ、児玉さん、あの調理してる時、はい、辛いのを平気っすけどって言って、バーッと入れて食べ始めたらブワーッて使う。めっちゃ辛いっすね。得意なのか苦手なのか分かんない。得意ではないんですけど美味しい。はい、美味しい感じで。ガンガン入れるけど、いや、思い出すだけでちょっと汗が出ます。じゃあ、まあ僕は1位、はい、もう決まっておりました、はい、ピーマンの肉詰めでございます。やっぱね、自分で、ね、作ったやつをね、食べるとね、初収穫。
よね、まだちょっとその時はちょっと細かくて、ちょっと肥料が足りなくてこうねじ曲がってね。で今なってるピーマンは綺麗なピーマンめちゃくちゃ大きいね。あれめっちゃ大きい、まあ、そのピーマンでも十分うまかった、美味しかった。1位はピーマン肉詰めです。はい、はい、じゃあ俺の1位はこれ、余ったお肉で揚げ物3種。あなんで牛肉をね天ぷらにするってなかなかないし、なるほどね、しかも味付け肉だったから多分美味しいのかなって思ったんだけど、なんか火入れても硬くもんならずに柔らかいお肉、めっちゃこれ美味しかった。絶対うまい、なるほど。焼肉用のお肉だったんだけど、はい、待ってましたもんね。そうそうそう、もうそれがめちゃくちゃ多い。じゃあ、それが1位で、1位でございます。はい。じゃあ、私の1位で。はい。実は、僕も余ったお肉で。これめっちゃうまかったっすね。そこまで言われてもめっちゃ気になるな。あ、そうですか。いや、あれ、なんかそんな期待してないっていうか、またあげただけだろうみたいな感じだったのか。めっちゃ柔らかい肉で。ハイサイの336さんとマグロさんもなんかつまんでこれまた作りませんかみたいな、今から料理これしましょうみたいな。じゃあもうそれが1位じゃ1位でいいんじゃないですかね。いろんなあの収穫したり買い物行ったりして食材あるけど結局余ったもん。収穫はあれですね、あの佐賀岡の方に入ってることが余るね。あれこれだけだったっけって俺も思ったもん、うん、そうですね、食べた、いろんなものを収穫して食べたけど、うん、あれって、うん、初収穫の料理は佐賀岡の方で上がってるんで、で、今ガンガンなってるから、うん、まあ今からどんどん野菜を使っていく料理、はい、で、まあ1位は、はい、余ったお肉で揚げ物3種でした。はい、満場一致で、はい、僕食べてないけど食べてないけどありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はいし、はい。